ファブル公開記念舞台挨拶。これからキャスト監督を迎えて行ってまいります。本日の司会進行を担当します総口博久と申します。朝早くから参りのお客様ありがとうございます。さあファブルキャスト監督の皆様です。皆様改めて大きな拍手お願いします。 休業中のファブルを預かり砂川小島らを束ねる裏社会の会社社長ハ原を演じました安田賢さんお願いします、はい、ありがとうございますハ、えー、原を演じさせていただきました安田賢と申します、えー、ちょうど撮影が去年の今時期に始まりまして本当にじめじめとした空気の中、えー、皆さん、えー、汗をかきながら、えー、撮影したものが、えー、1年経ちましてまたじめじめとした季節の中で <laughs>、えー、公開になりまして やっぱりこう内容的にスカッとしてますのでえぜひえまたお友達お知り合いに紹介していただいてこの映画を広めていただけたら幸いです本日はよろしくお願いしますありがとうございますいや普通じゃないっちゃみんな普通じゃないしみんな普通っちゃ普通なんですけどやっぱりやっぱり岡田純ちゃんですかね純ちゃん <laughs> この映画の宣伝でいっぱい皆さん、ね、あの岡田さんはじめキャストの皆さんが動かれてましたけどあの、ね、バラエティーに一緒に出させていただいたときにあ普通じゃないなと思ったのは岡田さんは、ね、無の状態でフラフープができるていう自分は無の状態になりながら、はい、フラフープができるって言うんですけどはい、はい、一つもできないんですよ。<laughs> たたただだだボディービルみたいにポージング撮りながら回ってるだけあれ見たときに普通じゃないなって思いました <laughs> この度は江口勘監督をはじめ演者の皆さん関係者の皆さんお疲れ様でした無事に公開となり僕自身も楽しみにしておりますこの原作はもともと実写化を想定して考えたところもあり一つの目標に達することができたことに深く感謝しておりますよくある「殺し屋」というテーマに挑戦しましたが この物語はおそらく今までになかった殺し屋エンターテインメントになっていると思いますそれではぜひラストまで笑ってハラハラと楽しんでいただけたらと思います岡田純一ファブルを解くとご覧あれ南勝久というメッセージをいただきましたありがとうございます